土井駅は大阪府森口市分園町にある京阪電気鉄道京阪本線の駅。駅番号は KH10。土井駅は1932年に開設された。400メートルほど南にすでに滝駅があったものの、東駅周辺の方が滝駅周辺より人口が多かったこともあり、設置を望む声が強く、沿線の土地を寄付する運動もあったという。 1966年に利用客がピークとなり、1日に2万人を超える利用客がいた。しかし、人口の流出や近隣での地下鉄の開業もあって、2013年時点では、京阪本線で、羽海道駅に次ぐ利用客の少なさとなっている。無人駅である。また、改札内にはトイレがある。通過線2本を挟んだ、相対式2面2線のホームを持つ、 森土駅である。改札口は下りホーム京都よりの1箇所のみ。ホームは2階にある。通過線にホームはなく、外側2線にのみホームが設けられている。隣の滝駅とはわずか400メートルしか離れていない。両駅のホームの端から端までの距離は160メートルに満たず、京阪電車8両分より短い程度である。しかし、土井駅から 滝駅までは歩きづらいこともあり、2013年11月の調査ではこの間のみを利用する乗客が1日平均23人いたという、上り線側ホームの森土には桜の木の並木が植えられている。2011年3月5日、身体障害者対応のエレベーターが完成し、使用を開始。オストメート、車椅子対応の多目的トイレも、 同月12日より使用を開始した。両、ホームとも有効庁は8両。2019年度の特定日における1日、乗降人員は5677人である。京阪本線では、芝街道、橋本に次ぐ3番目に利用者の少ない駅である。近年の特定日における1日乗降、乗車人員は、下表の通りである。 土井駅前通り商店街駅から線路沿いを北東に約100メートルの地点に京阪バスの京阪土井北口停留所がある。また、駅から北西に約500メートルの国道1号線上に大阪市ティバス、朝日あったかバスの森口車庫前停留所、駅から南西に約500メートルの国道479号線上に大阪指定バスの滝井停留所がある。 京阪ンド行き口停留所森口車庫前停留所、滝停留所。ありがとうございます。